グランド・オダリスク1814ルーブル美術館像ラグランデ・オダリスクジャン・オーギュスト・ドミニク・アングルはフランスの画家19世紀前半当時対等してきたドラ・クロワラのロマン主義絵画に対抗しダビットから新古典主義を継承特にダビットがナポレオンの没落後の1816年にブリュッセルに亡命した後注目され古典主義的な絵画の画像を守った アングルは、フランス南西部のモントー版近郊ムースティエに、画家、彫刻家、装飾美術家の父ジャンマリー・ジョセフ・アングルと、母、アンヌ・ムレの子として生まれた。父ジョセフは、美術家というよりは、職人で、化粧漆喰、建築、家具の装飾彫刻、看板絵描きから音楽まで、デビく手掛けていた。アングルも幼少期から絵画と共に、音楽も学んでおり、 バイオリン奏者としての一面もあった。実際に、ニコロ・パガニーニと弦楽始終相談を結成し、パガニーニのスケッチを残している。フランス語で、アングルのバイオリンといえば、趣味を指すようになった。アングルは11歳の時、トゥールーズの美術アカデミーに入学した。1797年パリに出て、新古典派の巨匠、ジャック・ルイ・ダビットのアトリエに入門する。1801年、 アキレウスのもとにやってきたアガメムノンの使者たちで当時の若手画家の登竜門であったローマ賞を受賞した。ローマ賞受賞者には政府給筆制として国費でのイタリア留学が許可されたがアングルの場合は当時のフランスの政治的、経済的状況のため留学が延期され1806年にようやくローマのビラメディチを訪れている。 この留学時代に描かれたスフィンクスの謎を解くオイディプス、欲女、ユピテルとテティスは留学の成果を示すために制作され、フランスの美術アカデミーに送付された作品である。その後、アングルは留学期間が終了した後もフランスに帰ろうとはせず、1813年にはマドレーヌ・シャペルと結婚、1824年までの長期間イタリアに滞在し、 1820年までは、ローマ、以後1824年までは、フィレンツェで活動している。この間、ラファエッド、ミケランジェロなどの古典を研究し、生活のために、肖像画を描きつつ、母国フランスのサロンへも出品していた。オシアンの夢、グランドオーダリスク、アンジェリカをスクールッジェロ、セーペテロへの天国の鍵の授与などは、この時期の作品である。 長いイタリア滞在の後、1824年のサロンに出品したモントーンノのノートルダム大、聖堂祭壇がルイ13世の聖願によって、44歳のアングルはダビットの後継者として、また当時の新しい芸術運動であったロマン主義に対抗する新古典主義の指導者として熱狂的に迎えられた。翌年でジオンドヌール勲章を受け、アカデミー会員にも押されている。 10年ほどの母国での活動を経て、1834年、再びイタリアのローマを訪れ、そこでフランスアカデミーの委員長を務めた。1841年には再びパリへ戻り、この頃のアングルは、祖国フランスでも押しも押されもせぬ巨匠と目され、1855年のパリ万国博覧会においては、アングルの大開古展が開催された。アングルの代表作の一つでもある。 トルコブロは、最晩年の1862年の制作であった。円形の画面に大敗的、挑発的な多数のラフを描き込んだ。この作品は、当時82歳の画家がなお旺盛な制作欲を持っていたことを示している。ラファエロに対する、極めて高い評価、入念に構成された調子の緊密な解剖、携帯の幾何学的解釈など、10代の時の最初の詩であった。 ジョゼフロックの影響が濃厚であった。職務に追われた繁忙な時期にも傑作を描き上げた。ファイナルバーニッシュをも念頭に置いた平坦なテクスチャーは有名。入念に組み立てられた決め、テクスチャーと徹底的に計算された美容線、そして緊密な調子の階調により成立する空間は、端正な形式美を称いている。 この様式美はセザンヌによって肉体を全く描かずに済ませたと批判されるほど徹底している。アングルの美術史理解はその作品群から伺い知れるように広範であり、かつ結束性が高く、加えて非常に視察的である。顔料やバインダーの運用方法もまた多様であり、数百年の隔絶がある巨匠たちの作品の研究にも余念がなかった。その研究の成果として、 組織的かつ合理的な方法を保存が完璧と称えられる政策と言説によって的確に残している。他方ではポスト印象主義者たちやキュビスト、現代美術家の根底的な方法やアイデアに決定的な影響を与えており、アングル芸術の影響範囲、射程は底知れないものがある。アングルの作品に対する客中は美術作品によるものを含め、 未だに途絶えることがない。アングルの作品とその個性は同時代の体制派、反体制派の必ずしも芳しくない評価にもかかわらず影響は非常に甚大でアングルに先行する画家とアングルに続く画家の代表作にさえ決定的な影響を与えた事例も少なくない。アングルは絵画における最大の構成要素はデッサンであると考えた。その結果、 色彩や明暗、構図よりも形態が重視され安定した画面を構成した。アングルのその作風はイタリアのルネサンスの古典を藩と青ぎ絵画制作の基礎を尊重しながらも独自の美意識を持って画面を構成している。グランド・オダリスクに登場する感謝に背中を向けたラフは冷静に観察すると動画異常に長く通常の人体の比例とは全く異なっている。 同時代の批評家からは、この女は、脊椎骨の数が普通の人間より3本多いなどと、揶揄された。この作品は、アングルが自然を忠実に模写することよりも、自分の美意識に沿って画面を構成することを重視していたことを示している。こうした、復古的でアカデミックでありながら、新しい態度は、同時代のダビッドなどのほか、近現代の画家にも影響を与えた。 印象派のドガヤル・ノワールをはじめ、アカデミスムとは、最も無縁と思われるセザンヌ、マティス、ピカソラにも、その影響を及んでいる。当時発明された写真が、画家の生活を脅かすとして、フランス政府に禁止するよう抗議した一方、自らの制作に写真を用いていたことでも知られている。ありがとうございます。